かつて、千葉都市モノレールに延伸計画がありました。千葉都市モノレールは、千葉港から県庁前の1号線と、千葉から千代台の2号線の2路線が開業しています。県庁前から私立青葉病院間の病院ルートと、穴川から稲毛海岸間の稲毛ルートの2つの延伸計画がありましたが、2019年9月、千葉市は、延伸凍結としていた病院ルートについて、 延伸計画を廃止すると発表しました。稲毛ルートについては、モノレール導入は行わないこととなりました。2002年には、県庁前駅から市立青葉病院間の 1.9km の整備が提言されましたが、実現できませんでした。延伸中止により、1号線は千葉港駅から県庁前駅の 3.2km の 短い路線で残されることになりました。これで6月15日の K.A.B. ムービーズを終わります。